皆さん、ネット証券ってどこ使ってますか多分大部分の人が SBI とか楽天使ってると思います。僕もこの2つがメインで使ってて、楽天で積み立て、SBI で個別株っていう風に分けたんですけども、今回はですね、この2つではなく、マネックス証券。ここについてご紹介したいと思います。ちょっとニュースで、おお、これいいじゃんってのが出てました。ということで、米国株投資家よ。 今マネックス証券が熱い僕も投資始めた初期に解説しただけだったんで、もう何年ログインしてないかっていうぐらいなんですけども、ちょっと見てみましょう。まずは、ニュース、新機能が追加というところなんですけども、それが具体的に何かと言いますと、こちら。1月13日に出ていた情報なんですけども、銘柄スカウター米国株に、米国株決算フラッシュを追加。この米国株決算フラッシュっていうのは、 米国株企業の決算発表の数分後にその決算の結果をグラフ化して市場予想と比較して配信してくれるっていうサービスです。マネックス証券自体は米国株かなりですね、取り扱っている種類が多いんですけれども、その7割以上をカバーしているということで、本当にですね、たくさんの銘柄の決算情報、 わかりやすく、そしてスピーディーに得られるようになるということで、これはめちゃくちゃすげえと思って僕びっくりしてちょっと動画を作ってみました。どれぐらい驚いたかっていうと、こんなぐらい驚きました。じゃあ具体的にこの決算フラッシュってどんな感じで紹介されるのかを見ていきましょう。多分この動画配信される頃には使えるようになってると思いますんで、もし講座をお持ちの方はログインしてみてもいいかと思います。 決算フラッシュっていうのはこんな感じでして、例えばこれ Google を一例に挙げてるんですけれども、アルファベット、第3四半期決算は41%増収の68.4%増益。これをですね、このように四半期別と通年で出しておりまして、売上高が前年同期比に比べてどれぐらいになったのか、そしてアナリスト予想をどれぐらい上回ったのかっていうセットになっております。 そして、純利益。一株当たりの利益。まあ、いわゆる EPS ですね。ここら辺もセットで出てますんで、このほんの7行ぐらいで、決算の大まかな概要っていうのは分かることができます。さらに、グラフ化もしてくれるということで、こんなん見たらめちゃくちゃ分かりやすいですよね。前年に比べて、今期がどうだったのか。そして、市場予想に対してどうだったのかっていうのが一目瞭然です。分かりやすいのが、やっぱりこのコンセンサス予想ですね。市場平均。 これに対してどれぐらい上回ってるのかっていうのが書かれているのは超激アツだと思います。よくあることなんですけども、会社側っていうのは結構自分らでですね、業績予想をするときっていうのは保守的なものを出すことが多くて、結果的にですね、業績にブレが生じること多いです。これに対してアナリストや専門家っていうのは結構シビアな目線でですね、予想しておりまして、コンセンサス、市場予想平均として、まあ投資家たちがですね、株価に織り込んでくると。 それに対して、じゃあどれぐらい上回ってるのかっていうのは、決算の中でも一番重要なポイントだと思ってます。さらに、まあ数字でもですね、こんな風に出てまして、実際この上が昨年同期、で今期、最後に市場予想っていう感じになってますんで、まあ上下でですね、本当に簡単に対比することができまして、まあちょっと隠れちゃいましたけど、営業利益とか税引前利益、純利益、e、EPS、 こんなところがですね、一目瞭然になっております。もうここまでですね、正直情報が揃っちゃうと、ぎっちまこれだけの情報が揃っちゃうと、ヒロスさんのノートで出されている決算速報については正直なところですね、まあ見なくてもいいかなというのが僕の本音です。ただ一応フォローしますと、ヒロスさんのノートって、米国株全体の話とか、政治状況、あとはもう IPO の裏側の話とか、 そういう本当現場の経験者じゃないと知らないような話たまに配信されてるんで、そういった意味ではですね、僕は一見の価値あると思います。よろしければぜひご覧になってみてください。スカウターについてはこういう感じでですね、ログインした後に右の赤枠のところから入ることができます。ちなみに僕はですね、決算速報は 大好き。s e e k i n g ァでいつもチェックしてます。登録してる銘柄の決算速報だけパッと送ってきてくれるんです。朝、メール開くだけなんですけれども、本当にシンプルにですね、決算の値、まあ、どれぐらいだったのかと、y o y がどれぐらいだったのか、企業の決算報告書のリンクとか貼られてることもあるんで、もうちょっと深掘りしてみたいときはですね、ワンタップですぐに飛べます。英語もですね、非常に簡単なものばっかり使われてるんで、3、4回見たらみんなも見慣れてすぐに読めると思います。 さて、こんな決算フラッシュなんですけども、実際ですね、どう使っていけばいいのか見るところがわからないという声もあるかもしれません。よくあるのがですね、決算書ってどこ見たらいいのもういろんな言葉ありすぎてわからない。情報量多すぎと。あとは、もう英語全然わかりません。なんか覚えられないですっていう人。そして最後。 もう雰囲気投資家なんで、決算とか全然興味ないですよっていう人。決算書の中で見なきゃいけないところに優先順位をつけるとすれば、僕はこの3つだけ見ちゃえば最悪いけるかなと思ってます。リビニュー、オペレーションインカム、EPS、以上です。いや、それぞれ何なのかっていうのを簡単に話していきますと、まず1つ目が、えリビニュー。これがですね、売上企業の数字の中で一番大きいところですね。決算書の中では、 さまざまな利益が存在してまして、一番大きな売上というのが、この売上高、一番大きなところになります。でこれっていうのは、何を示しているのかというと、利益などを度外視して、企業全体の業績の推移、これが伸びているのかどうかっていうのを判断するときにはですね、過去の売上との比較を行います。新規分野、これから市場が広がっていく分野とか、あとは上場して間もない企業っていうのは、利益がまだ出せてない時もあります。 そういう時は、売上をですね、しっかりと見て、あ、将来的な市場がしっかりと伸びていってるんだなっていう予想材料に使っております。また別名でですね、セールリビニューなんていう感じで表現されることもあります。こんな風にですね、ここ、売上高から原価を引いたものがあらりって呼ばれるものでして、そこにさらにですね、販管費っていうのを引いたら、後から出てくる営業利益。営業以外の損益引いた時が経常利益になりまして、 で、最後、特別損益とか税金払ったら、純利益になってきます。投資の基本的な情報になりますんで、これぐらいはしっかりと覚えておきましょう。二つ目が、オペレーションインカム。これが営業利益でして、言ってしまえば、本業頑張ってますかっていうお話です。さあ、皆さん、お金にまつわる5つの力。貯める力。増やす力。使う力。守る力。そして、 2番の部分が何かっていうと、はい。稼ぐ力ですね。もうリベダイ大好きな皆さんだ、覚えてるかと思うんですけれども、売り上げから、まあ、原価と半感費を引いたものでして、本業の業績、これをですね、ここで見ます。まあ、例えばの話なんですけども、原価5円で、普段市場では10円で売られてるもの、これをですね、どっかの企業が、もうちょっと土地狂って4円で売り出したら、 その企業赤字になっちゃうんですけども売上だけはめちゃくちゃ高くなります。こんな風にですね、健全な営業ができているかどうかを判断するには、やっぱりこの営業利益を見るのが重要になってきて、上場したての企業とかそんなんじゃなければ、売上高よりも僕はこっちを重視しております。そして最後、これが EPS、1株当たりの利益と呼ばれておりまして、EPS っていうのは、当期の純利益。これを こう株数で割ったものになりまして、1株当たりの利益と言われております。よく株価が割高か割安かの指標に使われる per っていうのは株価を eps で割ったものになっております。この eps っていうのはまあ、単純な利益になりますんで、まあ、この会社しっかりと利益出てるのかなと。あとは自社株買いなどをして、この発行株数が減っちゃうと eps も上がりますんで。 まあそういったところからもですね、株主還元の姿勢を見るときに結構重要な指標になります。なんだかんだ言って、ここの利益が出てないと配当って出せませんからね。で、この EPS の値のうち、配当に出した割合っていうのを配当成功って言って、高配当株に投資するときには絶対に見なきゃいけない指標になってきます。この3つはですね、決算書絶対チェックしてほしいポイントになってまして、この点はですね、ほんと有名な、まあ実っちゃましかり、 他の投資家の皆さんアナリストの皆さんもみんな言ってますじゃあこの売上、営業利益、EPS なんですけれども昨年の結果より良ければそれでいいのかというともう皆さんお分かりかとは思いますけども違いますよね大事なことは市場予想より良い結果を出しているかもうこれにつきます例えばなんですけども A 社と B 社2つを例に挙げますと 売上高200億、営業利益20億の A 社、そして売上高50億、営業利益4億の B 社があったとしましょう。この決算の結果を受けて、2022年の市場予想が240億の23億、そして55億の5億というような予想だったとしましょう。A 社については、コンセンサスを下回る結果で、売上高は220億ドル、営業利益が22億ドルということで、 2021年よりは20億ドル、そして営業利益も2億ドル上がっているという結果だったとしましょう。一方で B 社の方は、まあ売り上げ小さいんですけども、売り上げが56億、営業利益が5.5億という結果だったとしましょう。こういった場合に株価として上昇するのは、やっぱり B 社ですね。コンセンサスをしっかりと上回っている。ここが重要になってきます。株価というのは、このコンセンサス予想を、 すでに織り込んでいます。投資家たちもこのコンセンサス予想をもとに株を購入してます。ですので、このコンセンサスを下回ってしまう予想外の事態っていうのは株価に超悪影響を及ぼします。そういったことからもですね、さっきの決算フラッシュのコンセンサス予想が一目で見れるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。すぐに株価への反応がまあおおよそですけど予想できます。そしてまあ最後にですね、決算フラッシュのまあ 母体となっている銘柄スカウターについて簡単にですけどお話したいと思います。まあ、ここにもですね、米国個別株投資はマネックスということで、うん、本当そういう時代になるかもしれませんね。こんな風にですね、新次元の銘柄分析ツール、銘柄スカウター米国株ということで書かれてました。ちなみにスマートフォンの方でもこんな風にですね、しっかりとしたアプリが存在しております。基本的には無料サービスでして、 外国株の取引口座も解説しておけば、まあ誰でも使うことができます。で、2021年の4月からですね。一応、プロフェッショナル機能とノーマル機能っていうのに分かれております。プロフェッショナル機能っていうのは、ま？あ こんな感じのことができまして、まあ、6銘柄まで比較可能。業績とかキャッシュフロー推移っていうのは2007年以降全期間見ることができますんで、かなり長期的に見ることができます。こんな風に、まあ、様々なですね、メリットがあるんですけども、実際じゃあそのプロフェッショナルの条件はというと結構低くてですね、預かり金の評価額が円換算で5万円以上とか、 過去1年以内に1回以上取引があるとか、それぐらいですんで、現実的にはまあ、大体の人がこの条件は満たせると思います。実際こんな風にですね、業績が見れまして、通期ですと、売上営業利益、あとは当期純利益が見れますんで、すぐにですね、まあ、利益どんどん増えていってんのかな、みたいなのは簡単に見ることができます。市販機ベースで見てもまあ、同じような感じでですね、見ることができまして、前年比もパパッとわかる感じになってます。 配当についてもこんな感じでですね、過去の配当金と、そして最後予想も見れますんで、結構いいと思いますね。あとは過去の権利落ち日とか支払い日もわかるんで、あ、そろそろ買っておけば権,権利獲得できるなっていう見通しも事前に立てられるのはいいと思います。スクリーナーとしては、まあこれは SBI とかとほぼ同等かな。まあ成長率とかもしっかりと出てますんで、 こういうところからですね、独自に良い,い銘柄っていうのを選んでいけばいいと思うんですけど、僕個人的にはですね、営業利益の長期実績、ここら辺は特に重要かなと思っております。そしてまあこんな風に個別銘柄の比較もできるっていうのも面白くてすごいいいと思います。 実際こういうのやるときっていうのは業種はなるべく揃えておかないとまあ利益率とかねそういうところの判断材料がちょっと狂っちゃったりはするんですけども資金の問題でどっちのメガネ買おうかなとか迷うときにはこういったところを使っていくのもいいと思いますということで今回はマネックス証券の新サービス決算速報決算フラッシュのご紹介でした主要のネット証券では初のサービスだと思います 銘柄スカウターも超優秀で、どんどんとリニューアルも行われております。決算内容については、売上営業利益、EPS を見ていただきたいんですけど、大事なことは、前年同期比よりも、コンセンサス予想に比べてどうなってるか、市場の期待に応えてるかってとこです。SBI がいい、楽天証券がいいみたいな話をね、してて、最近 SBI がいいじゃんって言ってたんですけど、裏でですね、 マネックス証券が確実に米国個別株の分野、ここのですね、派遣を握ろうと動いてるんじゃないかなと僕は思っております。まあよろしければですね、まあ口座なんて維持費かかんないんで多く持ってるに越したことはないと思います。これを機にぜひ解説してみてはいかがでしょうか。マネックスは結構 Twitter アカウントでも個別株追加しましたみたいな情報を出してますんで、まあよろしければですね、そっちの方のフォローもしていただければと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。 ご清聴ありがとうございました。